こんんにちちは、なこちゃでですエコです今日はクイーンファイアアントを倒そうと思うよクイーンファイアアントってどんな敵なのクイーンファイアアントはウルトラのリアリティしか存在しない敵なんだけどフロアドットアイで最もレアなペタルのバジルを22%の確率でドロップするよあと地味に集めにくいペタルのエッグのミシックを55%の確率でドロップするよその代わりにすごく強くて体力が1100万に攻撃力も7300あるよ1100万もとてもじゃないけど1人で倒せる体力じゃないねブ、うん だから複数人で攻略するのが大前提なんだけど人数が多すぎるとドロップを得られなくなっちゃうかもしれないから多すぎず少なすぎない人数で攻略したいねまだスポーンしなさそうだしその間にクラフトしてようかエッグのクラフトは失敗。お140個のレジェンダリーからなのに5こも成功した28個あたり1個成功してるから割と運いいね まどうせウルトラにはならないから意味ないんだけどね悲しいまあそういうわけでまだクイーンは来なさそうだからクイーンが出てくるまでカット,カット出た30分ぐらい待ってたねどこにいるかなあいたクイーンを倒す時の注意点だけど見た目よりもかなり当たり判定が広いから結構距離を離して攻撃した方がいいよ安全に攻撃するならミサイルで攻撃するのがいいけどそれだと上位4人に入れないかもしれないからスティンガーで攻撃するよ やっぱり死んんでるる人がたくさんいるねクイーンファイアアントはレジェンダリーのソルジャーアントを生むしこのエリアに普通にスポーンするミシックソルジャーアントもいるから油断してると死んじゃうよあ待ってこれはまずいかもあ壁に押し込まれる結局報酬はゲットできなかったねまあまだ1回目だしまだまだこれからだよまた2回目のクイーンを待ってるよ さっきと同じく30分ぐらい待ってるね。ナコちゃんは。この間暇だから他のゲームしてるね。って言って放置してるよ。あ、出たナコちゃんクイーン来たよ。ダメだゲームに夢中で聞いてない。言ってる間に死んじゃった。ペコちゃんどうしたのペコちゃんが他のゲームしてる間に、クイーンなスポーンして引かれちゃったよ。で、本当。30分の苦労が。いや、ナコちゃんは他のゲームしてたでしょ。一応足しててって言ってみたけど。 助けられなかったかまた次のクイーンを狩ろうか。3回目のクイーン当月だね。さっき倒してからもうすぐ3時間だから、そろそろ出てくると思うんだけど。ダグでクラフトができません。固まっちゃった。まあすぐ戻るとは思うけどね。うわびっくりした。ダグから復活したときにクイーンがスポーンするなんてことそうそうなさそうだよね。動けない間に殺されなくてよかったね。そうだね。そろそろ通せそうだね。 バジルじゃなくても最低限ドロッップはゲットしたいねなんでドロップすらゲットできないんですかま、まあなこちゃん今回はウルトラ持ちが4人以上いたっぽいから。報酬取れなくてもしょうがないって。またまたアントヘルで放置してたんだけど、どうやら他の人曰く、アップデートが入って他の人がここに入ってこれなくなったらしいんだよね。この後知ったんだけど、どうやらアップデートが入るとウルトラのタイマーがリセットされるらしいから、結局ウルトラは倒せなかったよ。でも1時間ぐらいで 1000×2 もレジェンダリーが集まったから。 クラフトするところだけ見せるね。なんで四十七個もミシック合成してウルトラができないんですか。まあ、まあなこちゃん。まだウルトラデッドするチャンスはいっぱいあるから大丈夫だよ。 アアップデートトで新しく追加されたアントレルに来ているよ今まではウルトラセンティピートを倒すとかじゃないとイーフとか集めづらかったしこのアップデートでライスとかクローバーとかが集めやすくなったからこれはいいアップデートだね通知ではクイーンアントが出てるらしいけどここにいないねでなんで一番奥のところにスポーンしないの一番奥にスポーンすると思ってたからここにいたんだけどここにスポーンしないならもしかしたら報酬が手に入らないかもしれないね急がなた見つけたちょっと遠くて追いつけそうにないからバブルを使って追いかけようか すごい勢いで削れていくから今回ドロップはゲットできなさそうだねやっぱりドロップは手に入らなかったねまあまた次頑張ろうかまたまたアップデートで追加された新しいモグのターマイトが出てくるアントレルにいるよターマイトは体力が他のアントより高くて近くのターマイト同士でダメージを共有するから普通のアントよりかなり通しにくいよターマイトは新しく追加されたモグだからクイーンが出てくるかわからないけど他の人に聞いたらここでウルトラが出てくるらしいからここで待ってるよここのクイーンもバジルを落とすと思う バジルが追加された後に追加されたクイーンファイヤーがバジルをドロップするから多分ドロップすると思うよでスポーンするのクイーンじゃないんかい確かに他の人はウルトラが出る都市化行ってないしチャットでオーバーマインドって言ってる人が何人かいたから違うのかもしれなかったよねすごく大きいねそれに見た目通り体力も多そうだよねこんなにたくさんの人で攻撃してるのに全然体力が減らないもんねでも移動速度はすごく遅そうだし倒すことはできそうだよねバジルを手に入れてない間のアップデートで ウルトラ以上のリアリティは15人までドロップを手に入れられるようになったから私もドロップをゲットできるかもしれないねおミシックのトマトをドロップしたトマトのステータスを見てみたけど時間経過でダメージが増加して最大まで大きくなると消えるペタルみたいだね使いこなせたら強いかもしれないけど基本的には使わないペタルかなあとオーバーマインドのドロップを調べてみたけどやっぱりバジルはドロップしなかったねなこちゃん ここれはどういういとかなごめんなさい僕がしていませんでしたそれはそれとしてバジルのステータスはこんな感じだよちゃんと反省してるもう二度とないように気をつけますそれと動画投稿を遅れてすみませんでした編集のモチベが上がらなくてテトリスの記録の動画しか出せなかったです 2>, 2ヶ月ぐらい経ってるからねその間にバジルの2つ目にウルトラのスティンガーにミサイル3個とオレンジ2個とゴールンビンググレープのウルトラもゲットしてしまいました多すぎでしょ 撮り始めたときは1個も持ってなかったのに。アトフロアドットアイオの動画を見たい人には申し訳ないけど、次は違うゲームの実況をしようと思うよ。一応このチャンネルはブラウザゲーム実況チャンネルだからね。じゃあ、そういうことで。お視聴ありがとうございました。